F1 マシンは最新鋭の技術の結晶と言えるが、時には速さを求めるあまり、禁断の技術が使われてしまい、ドライバーの命を奪ってしまうこともあるんだ。禁断の技術？ちょっと怖いけど、気になるわ。今回は、禁断の技術グラウンドエフェクトが生んだ、様々な悲劇について紹介するぜ。速さの代償。まず F1 が速く走れる要因の一つであるダウンフォースについて説明するぜ。ダウンフォースは聞いたことはあるわね。F1 マシンには前と後ろに横長の板が斜めに取り付けられてるだろ？フロントウィングとリアウィングのことね。ウィングにマシンが走って風が当たると上向きに風が抜けるからマシンが下に押し付けられるんだ。マシンが下に押し付けられるとタイヤと路面が滑りにくくなるから、コーナーでも速く走れるようになるんだぜ。そうだったのね。そういった空気を利用して車を押し付けることをダウンフォースと言うんだ。近年 F1 は、このダウンフォースを効率よく発生させることが速く走る秘訣になってるんだぜ。そうなのね、どのくらい車を押し付けてるの？理論上は時速200キロ以上の速度で走った場合、トンネルで逆さになれるくらい押し付けてるんだ。まるで極限ね。グラウンドエフェクトカーはそのダウンフォースを、車体の下で発生させる技術のことなんだ。すごいわね、そんなことできるの？グラウンドエフェクトカーのマシン下の形状は、全部が地面に近く後方に向かうに従ってスロープ状に跳ね上がってる。それによって地面との間に強い負圧が発生して強力なダウンフォースを作ることができるんだ。通常のウィングに比べて空気抵抗が少ないため、最高速への影響も抑えることができるんだぜ。すごい技術なのね。そしてマシン上部の複雑な形状がなくなった分、マシン周囲にできる乱気流が抑えられるため、接近戦をしやすくなるんだ。だから追い抜きが増えたのね。F1 では1977年のロータス78がグラウンドエフェクトカーを採用した最初の成功作になったんだぜ。前年まで低迷してたロータスだったがこの年5勝を挙げて復活。1978年はロータス79でマリオ・アンドレッティが6勝を挙げてチャンピオンに輝いたんだぜ。この年はあまりにも早すぎて、予選では手加減するほど圧倒的だったんだ。手加減しても優勝するなんてすごいわね。そして F1 他チームや他のカテゴリーにも広がっていったんだ。そんなにすごい技術なら、みんな真似したくなるわよね。F1 で成功したんだったら、よかったんじゃないのかしら？ただグラウンドエフェクトカーは問題点も多かったんだ。どういうこと？まずグラウンドエフェクトカーは、下向きにかかる力が強い分サスペンションと呼ばれる車のクッションを、非常に硬くする必要があったんだ。それによってドライバーには路面からの衝撃がほとんど直接伝わってしまうという過酷な状況になったんだぜ。腰が痛くなりそうね。F1 世界チャンピオンのニキ・ラウダはグラウンドエフェクトカーのことを、非常に危険で、非人間的とまで言ってたんだ。よっぽどひどかったのね。他にもハンドルが重くなったりマシンの挙動が実際の操作よりも遅れる特性、空力優先でドライバーが窮屈な姿勢になってしまうなど、ドライバーにとって色々と大変な状況になったんだぜ。乗り心地は悪そうね。そして何より問題なのが、トラブルや事故の時なんだ。どうなるの？グラウンドエフェクトカーはマシン下の空間が外界と遮断される必要があったんだ。そのためにマシンのサイドに、路面との隙間を埋めるためのスカートと呼ばれる部品などを取り付けてたんだが、その部品が破損などして空気の流れが遮断できなくなると、ダウンフォースが急激に失われて、マシンが危険な状態になるんだ。もともとが強力なダウンフォースが発生しててコーナーリング速度も速くなってる分、ダウンフォースを失った時は激しい事故になるんだ。場合によってはマシンが宙を舞うこともあるんだぜ。グラウンドエフェクトカーが生んだ悲劇。実際にどんな事故があったの？まずは1980年に当時アルファロメオに所属していたパトリック・デパイユの事故だ。デパイユ F1 で優勝経験もあるドライバーで、ドイツのホッケンハイムサーキットでテスト走行を行ってたんだが、高速コーナーでコースアウトしてガードレールに衝突。マシンは大破してデパイユもヘルメットが潰れるほどの衝撃で即死だったんだぜ。ヘルメットが潰れるなんてすごい衝撃だったのね。そして原因は、マシン横に取り付けられているスカートと呼ばれるグラウンドエフェクトカーの部品の破損と言われているんだ。そしてグラウンドエフェクトカーには他にも問題があるんだ。何怖いわ。ポーポイジングと呼ばれる現象で、高速で走行中にマシンが激しく上下に揺さぶられるんだぜ。それはびっくりするわね。ポーポイジングはマシンの加減速や路面の凹凸でマシンの車高が変わった時に、急激にダウンフォースの力が変化して発生してしまうんだ。そんなことが起きるのね。ポーポイジングで起きた事故で有名なのが1999年のルマン市14時間レースで起きたメルセデスの事故なんだ。どんな事故なの？空を飛んだんだ。車の話よね？詳しく知りたいわ。ルマン24時間の予選2日目にマーク・ウェバーがドライブするメルセデス4号車のフロントが、いきなり浮き上がって離陸したんだ。車の話とは思えないわね。ドライバーのウェバーは無事だったんだが、K
決勝日朝のウォームアップにまた離陸したんだぜ。また?危なすぎるわ。2回離陸したウェーバーは膝を負傷して決勝を欠場になったんだが、さすがに怖いものね。決勝ではメルセデス5号車が離陸したんだ。ウィングを逆につけたんじゃないわよね。5号車のドライバーだったピーター・ダンブレックは軽傷で済んだんだが、メルセデスはそのままこのレースを棄権することになったんだぜ。軽傷で済んだのは良かったわ。この事故はポーポイジングで浮き上がったマシンの下に空気が入り込んで起きたんだが、これをきっかけにメルセデスはルマン24時間レースから撤退して、未だに復帰してないんだ。空飛ぶレースに出場すべきだわ。日本でも事故が起きているんだぜ。気になるわ。1983年に富士グランチャンピオンレースに出場していた高橋トールが最終コーナーでスピン。後ろ向きになったマシンはこの葉のように舞い上がり、時速250キロの速度で観客席フェンスに突き刺さるようにクラッシュしたんだ。ドライバーの高橋とマシンや破片の直撃を受けた観客一人が即死、重軽傷者3人の大事故になったんだぜ。想像するだけでも恐ろしいわね。将来を有望視された高橋の事故が決め手になり、その後富士グランチャンピオンレースでは、グラウンドエフェクトカーが禁止となるんだ。まあ当然よね。F1 で禁止になるきっかけになった事故がジル・ビルヌーブの事故だったんだぜ。カナダのサーキット名にもなってるドライバーよね。ビルヌーブはアグレッシブな走りやレースに対するクリーンな姿勢で、カリスマ性のある名ドライバーだったんだ。どんな事故だったの ?1982 年の第5戦ベルギーグランプリで、フェラーリに所属してたビルヌーブが、予選を走行中に、スロー走行をしてた他のマシンに、時速230キロで追突してしまったんだ。回転しながら宙に舞い上がった。ビルヌーブのマシンは路面に衝突して大破。マシンから投げ出されたビルヌーブは、コース脇のフェンスに叩きつけられたんだ。聞いてるだけでも震える事故ね。この一部始終は映像でも残ってて今でも映画で紹介されるくらいなんだぜ。そしてビルヌーブのチームメイトだったディディエ・ピローにも、第12戦ドイツグランプリで、雨の中を走行中時速273キロで前の車に衝突、宙を舞う大クラッシュで両足を複雑骨折する、重傷を負ってしまったんだ。どちらも悲惨な事故ね。これらの事故が重なったことから車両規定を改正、F1 でグラウンドエフェクトカーは禁止になったんだ。安全には変えられないものね。そして最も衝撃的な事故が1982年のインディー500レースで起きたんだぜ。恐ろしいけど気になるわね。インディー500は時速300キロオーバーで805キロの距離を走り続けるレースなんだ。F1 より速いんじゃないの?速度だけだと F1 より速いレースで、F1 のモナコグランプリ、ルマン24時間レースと並んで、世界三大レースの一つなんだ。そんなにすごいレースなのね。そのインディー500に3回目の挑戦となったのが1982年のゴードン・スマイリーだったんだ。前年にトップ争いに加わる活躍で期待されてたスマイリーだったんだが、予選に向かうウォームアップラン2周目に時速300キロで右にスライド、体勢を立て直すためにステアリングを右に切ると前輪は突然グリップを取り戻し、そのままコンクリートの壁に正面から激突したんだ。大変なことが起きたことはわかるわ。マシンはバラバラになって燃料タンクが爆発、数百メートルにわたってマシンの破片と、スマイリーの体の一部をばらまいたんだ。まさに悲劇ね。もちろん即死、レーシングスーツでしか身元が確認できないくらいだったんだぜ。想像もしたくないわね。救助に向かった医師が見た光景が悲惨で、急行してる途中奇妙な灰色の物体がドライバーまで点々と転がっていて、到着すると、そこにはヘルメットと頭骨の上部がなくなったスマイリーがいたんだ。転がっていた灰色の物体は、もうそれ以上は言わなくていいわ。このように世界中で大きな事故が起きて、グラウンドエフェクトカーが危険とされたんだ。禁断の技術の復活。でも2022年から F1 で復活したのよね。近年はマシンやコースの安全性が高まってることもあり、グランドエフェクトカーが見直されてきてるんだ。そうだったのね。現在の F1 では全ての F1 マシンにクラッシュテストを義務付けて、合格しないとテストにも参加できないようになっているし、合格基準も年々厳しくなってるんだ。ドライバーの上部もヘイローと呼ばれるフレーム上の保護装置で守られてるんだぜ。他にも毎年安全対策が強化されてるから、昔と比べ物にならないくらい安全なんだ。できる限り安全な方がいいものね。コースも過去の事故を教訓に安全性を考えられた作りになってるんだぜ。それなら安心ね。そして接近戦を増やしてより魅力的なレースにするために2022年から F1 で復活したんだ。そういうことだったのね。ただまだ心配なことがあって、ポーポイジングは解消されてないんだ。マシンが上下に揺さぶられる症状ね。マシン前後のウィングもあるから離陸することはないんだけど、そんなマシンもあったわね。去年の F1 でも色々なチームでポーポイジングが出て、特に前半戦はひどかったんだ。2022年 F1 アゼルバイジャングランプリではメルセデスのルイス・ハミルトンが背中の強い痛みで、
マシンから降りれなくなったほどなんだぜ。そんなにひどいのね。ラウダの言ってたことを思い出すわ。ドライバーだけではなくてマシンにも影響が出て、ボーポイジングの振動が原因のトラブルなんかも起きたんだ。そんなに揺れるとどこか壊れてもおかしくないものね。ただ F1 チームの技術の進歩もすごくて、後半に行くにつれてほとんどのチームがボーポイジングを解消していったんだぜ。やっぱり F1 チームはすごいのね。新しい技術で問題を克服するのも F1 の魅力だよな。自動車レースで絶対の安全はないだろうけど、少しでも安全になって、面白いレースをたくさん見たいものね。間違いないな。他にも印象に残るグラウンドエフェクトカーについてのエピソードがあれば、コメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。